ユリア・チェパロワは、ソビエト連邦ハバロフスク地方、コムソモリスクナームーレ出身の元、クロスカントリースキー選手。ロシア代表として活躍した。夫は、トリノオリンピック銅メダリストのバシーリエビチ・ロチェフ。チェパロワは父アナトリ・チェパロフの指導のもと、歩き始めて、すぐにスキーを始め、1986年から旧ソ連のスポーツエリート育成システムの中で実力を蓄えた。ソ連ナショナルジュニアチームの監督を務めていた父は、娘の成功のために全財産を投じた。チェパロワは1993年のノルディックスキージュニア世界選手権で国際大会にデビューし、15km フリーで銀メダルを獲得。1994年から1996年まで同種目で3連覇を達成した。1995から1996シーズンにクロスカントリースキーワールドカップにデビューし、総合14位となった。1998年1月4日に 10km フリーでワールドカップ初勝利、同年の長野オリンピックではパシュート6位、入賞。30km フリーでは金メダルを獲得した。2000年にドミトリー・リアシェンコと結婚。2001年ノルディックスキー世界選手権ではリレーで金メダル、個人スプリントで銅メダルを獲得。2001から2002シーズンのワールドカップ総合優勝。2002年ソルトレークシティオリンピックにおいては個人スプリント金、10km クラシカル銀、15km フリー銅と3個のメダルを獲得した。2002から2003シーズンは長女出産のため全休。2005年ノルディックスキー世界選手権ではパシュートで金メダル、10km とリレーで銀メダル、チームスプリントで銅メダルを獲得した。さらに2006年トリノオリンピックでもリレーで金、30km フリーで銀メダルを獲得した。2006から2007シーズンは2番目の夫バシーリエビチ・ロチェフとの娘を出産するため再び全休。2009年8月、同年1月3日のバルディフィエンメにおけるドーピング検査で陽性反応が出たことが発表され、12月23日に FIS はチェパロワに2011年8月20日までの出場停止処分を下した。これを受けチェパロワは、現役を退いた。ホルメンコ連大会の 30km で1999年、2004年、2006年の3度優勝、2004年にホルメンコ連メダルを受賞した。ワールドカップ通算18勝、総合優勝1回。ありがとうございます。